こんにちは。5月19日水曜日です、今日は気になるニュースということで、今ブラジルを中心に南米全域で非常に深刻な干ばつが加速しているようで、それによって作物に甚大な被害が出始めているということと、その原因について少しご紹介していきたいと思います。ではニュースの内容です。世界中の農作物や食品の価格が高騰していますが、その原因はどうやらラニーニャ現象にあるかもしれません。ラニーニャとは赤道域の太平洋が冷え込むことが原因と考えられる気象のパターンで、ある地域では干ばつを起こし、他の地域では長雨や大雨による洪水などを引き起こすという大気の変化を誘発する現象です。で、ブラジルはですね、この1ヶ月間本来であれば雨季という時期にもかかわらず干ばつに見舞われています。この干ばつによりコーヒー、砂糖、オレンジの収穫量に深刻な影響を与える可能性が出てきています。ということで、以上がニュースの内容になります。で、今現在ですね、農産物の価格がこれ数年ぶりに高値なんですよね。で、前も少しお話ししたかなと思うんですけれども、今ですね、食品インフレが起こり始めているんじゃないかということで、で、その懸念がある真っ只中にですね、また過去数十年で最悪の干ばつが起きているということで、で、以前食品インフレのニュースをご紹介した時に、アメリカ連邦準備制度理事会、通称FRB と言いますけれども、この FRB はですね、食品インフレは一時的なものであってすぐに落ち着くだろうというような、緩い感じの見解を出していたんですけれど、その直後にこういった深刻なラニーニャ現象が起き始めているということで、これは今後食品インフレがね、どんどん悪化してしまって、世界的な問題に発展していってしまうんじゃないかなという懸念がちょっとありますね。で、ブラジルのコーヒーとオレンジの収穫量が今後2年連続で減少するというふうに言われています。で、特にですね、このコーヒーの中でもアラビカコーヒーという品種があって、で、この品種がスターバックスとか、コーヒーチェーン店で多く使用されている品種のようなんですね。なので、今後値上げしていくんじゃないかなというふうに思います。で、今回の干ばつはブラジルだけでなくアルゼンチンやパラグアイにも影響を与えていて、そのあたりの地域でも今川の水位が急速に低下しているため、農作物を運ぶときに船を使用するそうなんですけれど、座礁の心配が出てきてしまって、この川の水が減ってきちゃってるのでね。で、そのために運搬する頻度を今落としているようなんですね。で、これによってただでさえ今不作だと言われているトウモロコシとか大豆、こういったものの輸送量がどんどん今減ってきてしまっている状況だそうです。ということで、FRB がね、今回の食品インフレは一時的なものだよというふうにちょっと前に言ってたんですけれども、どうやらね、そういう感じではなく、やっぱりね、食品の値段はどんどん上がっていくんじゃないかなというふうに思います。で、動画をね、ずっと見てくださっている方は何回か聞いた話かもしれないんですけれど、今後ですね、2030年頃に商氷河期がピークを迎えて、そこから何年続くのか、何十年続くのか、10年ぐらいで終わるのかとか、いろんな話がね、出てるんですけれども、そこまで、その2030年まで商氷河期でその気候が落ち着くまでの過程っていうのは、徐々に寒くなっていくんではなくて、世界各地でこう異常気象が起きまくるっていう風に考えておいた方がいいみたいなんですね。で、それは過去の歴史を見れば、そうだったので、おそらく今回もそうなんじゃないかなということが予想されるわけなんですけれど、で、そうやって考えるとですね、農作物の安定供給っていうのは、もう世界中がね、どこの国も自分の国のことで精一杯で、そんな輸出なんてできなくなってくるっていう状況がね、どんどん増えていくと思うんですね。なので、その海外からの輸入に頼っていて、で、食料自給率の少ない国っていうのは、もう本当ね、非常にまずいと思います。
で今現在はですね、世界で見て3400万人ぐらいの方が飢饉、食糧難に直面している状態なんですね。もう明日食べるものの心配をしているっていう方が世界で今3400万人いらっしゃるということで、でこれは世界食糧計画 WFP のホームページに、先月こういう内容の記事が載っていたんですね。で、今たまたま日本だったりアメリカだったりっていう国ではその明日食べるものを、ね、心配することがないっていうだけで、それはたまたまそうだっただけで、世界はもうすでに食糧危機に突入してるんだっていうふうに思った方がいいと私は思います。なので、今のうちにねできることを準備しておいてほしいなと思うんですけれど、で、ここからはねいつもの繰り返しになってしまうんですけれど、自給自足が半分ぐらいできるように準備しておくとか、あと固定種在来種の種を買っておくっていうこと、あとは雨水タンクを設置しておくとか、あと私が最近面白くてすごく読んでるのが自然農の、やり方とかそういう本すごい読んでて、Kindle のアンリミテッドでしたっけ、あれで無料で読める本の中に自然農の本って結構入ってるんですよね。なんで私会員アンリミテッドの会員なので、あれアンリミテッドですよね。それで、自然農とか自然農法っていうのをその Amazon で検索かけて出てきた本を読んでます。で私が3、4冊読んだ中で、面白かったのが自然農法で美味しい野菜作り、草、虫、土の力を味方につけるっていう本なんですけれど、これすごい面白かったです。農薬や肥料がなくても病虫害を出さずにすくすく育つとか書いてあって、でこの本の終わりの方に種屋さん、種苗店っていうんですかねの紹介が何件かあって、でその中に、野口の種さんもちろん載ってたんですけれど、2つか3つ、在来種を取り扱ってるお店と、あとオーガニックの種を取り扱ってるお店の紹介があったので、こちらからもね購入することができるかなというふうに思いました。なのでね、興味のある方は一度見ていただくといいかなと思います。ということでね、世界各地で、気候の変動が起き続けていて、食料の供給がこれからね、どんどん不安定になる可能性が出てきています。で、今現在もね、3400万人近くの方が飢餓と直面していて、大変苦しい思いをされているということなので、まだね、幸いにも日本はそこまで状況がひどくないので、今のうちに、少しでもね、土に触って、土にね、感謝しながら、家庭菜園とかね、自給自足の準備を少しずつでも進めていっていただけたらなというふうに思います。ということで、今日はこのあたりで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。